キットマン北海道探索チャンネル。今回は優別町にあるケロチ交通公園にやってまいりました。1987年に廃駅になりました。この貨車はですね、現在でもライダーハウスとして使われているようです。しかし今は感染症拡大のためお休みのようですね。利用する場合は、えー、管理者にあの連絡すると泊まることができるようです。 申し込むと、畳二つ分のスペースを与えられるようですね。で、ここに展示してある蒸気機関車、客車なんかの情報が書いてあります。車内は木造なんですよね。客車っていうのは機関車が引っ張るので、ガタンとこう、電車とは違った乗り心地がありますよね。茶色。 国鉄時代の貫禄を感じることができます。このプラットフォームも客車用の高さなので、今の JR の電車なんかのプラットフォームよりは低く作られております。国鉄時代の蒸気機関車と客車なんですが、痛みも全然ないんですよね。寒さはすごいと思うんですけれども、そんなに豪雪地帯ではないので、痛みはそんなに激しくないのかもしれません。 列車以外に踏切施設なんかもね、展示されています。駅舎もありますよね。入れる日と入れない日があるようです。私が行った日はね、入ることはできませんでした。このプラットフォームを見たら高校生たちが、また明日ねって言って列車から降りる姿を想像することができます。いつ作られたか。よく見るとこうやって書いてますね。 昭和52年ということは1977年ですねでこの先っぽを見ていくと分岐点もあるんですよねなかなか壮大な交通公園ですよで近づいていくとこれは当時のものなのか最近作られたものなのかちょっと分かんないんですけれども多分最近作ったんでしょうね分別する文化になってますからね で、この中はね、優別町のガイドマップなんかがあって、チューリップの案内とかのパンフレットが置いてありました。今回、駅舎の中は誰もいなかったんですが、まあ、展示物はね、ちらっと見ることができたので、楽しめました。ご覧のように、地図、あとはライト類とか、その駅施設に必要な 道具なんかが置いてありました。まあ、扇風機とか電子レンジはねあの、今使っているものだと思います。このテレビなんかはね、白黒で力道山のプロレスが見れそうな、そんな雰囲気がありますよね。これはタブレット交換の,あの施設だと思いますね、設備。これはですね、行き先とそのかかる金額ですね。 北見までで1710円のようですね。これは分岐点を切り替えるためのハンドルみたいなもんですよね。この優別町は海沿いなのでものすごい強風なんですけれどもこのように保存状態が非常にいいですよね大事にされているものだと思いますこの客車も茶色なんですけれども時代によって塗り替えられて青い青色の客車だったりあの 時代によって様々です。なのでね北海道いろいろこういう客車の展示物を見たら青か茶色なのでねその辺も見ると面白いかもしれませんこの有毛線というのは中郵別駅から網走駅までオホーツク海の海沿いに沿って走っていましたとても絶景だったと聞いておりますありがとうございました